こんにちは。おととい震度6弱を観測した珠洲市では、今日も震度3を観測するなど断続的に地震が続いています。今日午前10時42分ごろ、能登地方を震源とする地震が発生し、珠洲市と能登町で震度3を観測しました。おととい震度6弱を観測した珠洲市では、昨日も震度5強、震度4と強い地震が続いています。こうした中、珠洲市は10カ所に避難所を開設し、昨夜は5人が不安な夜を過ごしました。とにかく避難だけはしようかなと思って、夜はちょっと怖いな。とりあえず散乱しているのは少し片付けましたけども、でも次々と来るので、まだ完全に片付けようがないというか。政府の地震調査委員会は昨日夕方開いた臨時の会合で、一連の地震は少なくとも数ヶ月は続くとの見方を示し、強い揺れの地震に備えるよう呼びかけました。県と珠洲市は今朝、土砂災害警戒区域をパトロールし、住宅の裏山などに土砂崩れが起きていないかなど見て回りました。崖下におる人はできるだけ崖側と反対側の方に、寝室を設けるとか、できるだけ2階に寝室を作るとか、そういう方が心がけた方がいいと思います。気象台によりますと、珠洲市内では明日から週末にかけて雨の降りやすい状態が続くということで、土砂災害への注意が必要です。